はい、こんばんは。ハッピーボックスです。ハッピーボックスです。お久しぶりです。お久しぶりじゃない、はい、松本監督です。あ、どうもありがとうございました。すいません、隠れた。あのね、去年は廃校決戦でありがとうございました。ありがとうございました。そして私は VTuber だるま、 VTuber、 あ、極道系 VTuber だるまです。ありがとうございました。ありがとうございました。ファッションヘルスの店長やってます。ファッションヘルスの店長でした。はい、もうすごいいじめられてないですけど、はい、いじめられてない、はい、そんな松本監督の、はい、その極道系 VTuber だるま、はい、だるま11月下旬にシネマ神戸さんで劇場公開です。やったー、今回、ね、はい、やっと見れます。やっと大きい画面で、はい、最後まで見れます。お願いします。ぜひよろしくお願いします。すごい音がいい映画館なので、そうですよね、新海地にあります、はいはい、あのシネマ神戸さん、うん、はい、シネマ神戸さんですね。大画面の丸いも見れますよ。あ、そうですね。怖い。あ、楽しみ。どうしよう、もううちのおかんも呼んじゃおうかなと思って。あの丸い稽古、あ、名前言っちゃった。あ、母もね、ちょっと、まあ、やっと呼ぼうかな。お母さんに会えるわけですね。ほらほら。あの妹も呼ぼうかなと思って。家族総で。父も。父は、父はね、あの、そうです。協定ね、新海地の強いってはずんでね、それで寄ってもらおうかなと思ってます。家族でね、僕今まで隠してたんでね、あの、見ないでって言ってたんですけど、今回ちょっと見ていただこうかなと思ってますので、ぜひ、あの、見ていただきたい。もう一度、シネマ神戸さん。シネマ神戸さんね、11月下旬に公開されます。うん、まだ日にちまだなんですよね。そうですね。日にち決まり次第、お知らせします、うん。ね、神戸でやりますので、で、ちなみにバンディーボックスさん、バンディーボックスさんというか、これね、パタリックストーリーの方は、今月の29、3時です。うん、29、3時、これ見てきてください。お願いします。はい、お願いします。はい、でも、何時やったっけ、29日の14時と、30日の、あ、違う、29日の19時、30日の13時は、もうチケット買わないでください。かまないでください、うん、ぼっちぼっちもうなくなりそうなんで。あ、そうなんですね。はい、少ないんです、はい、20席のやつじゃないんです、はい、あと他の席はね、余っておりますので、ぜひ、あの、ぜひぜひ、はい、お願いします。ぜひ、ね、お願いします。10月28日まで販売してます。お願いします。え、そうなの、え、違いましたっけ。まあいいや、うん、ほんで、その後ですね、この11月はこれ、VTuber だるまです。 VTuber だるまね、極道系 VTuber だるまをぜひ見に来ていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。見に行きます。私も見に行きます。もちろん行きますんでね、あの劇場で会えるかもしれませんです。それでは、あの、またね、多分あの松本さんの、Facebook とか Twitter の方でいろいろ告知されると思いますので、日にちの方決まりましたらぜひ要チェックでございます。はい、松本さんが最後どうぞ。だるま、本当に、マンドさん素晴らしい、このスマホを見ての一言のシーンがあるので、どんなことを言ってるのかぜひ劇場でチェックしてみてください。はい、お待ちしてます。映像も綺麗ですよ。すごい僕のシーンだけなんかしたけど照明がね、いい感じで、めっちゃいいんですよ。なんか一人だけなんか特別扱いみたいになってますので、ぜひいただきたいと思います。はい、見に行きます。はい、はい、ではファンタジックストーリー極道系 VTuber だるま、合わせてよろしくお願いします。お願いします。お待ちしてます。またねー。またねー。